あの例がちょうど来てたんです、ね。えー、その方知らないです。あ知らない。はい。どうも島田秀平です。始まりました島田秀平のお階段巡り。皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。いやあちょっとこの方がゲストって、ね、ものすごい感慨深いんですけども、うん、まあ。 僕もね、あの、号泣というね、お笑いコンビで、こう、デビューをね、まあ、させていただいたんですが、ある意味、同期って言ってもいいぐらいの、もう、ずーっと昔から、はい、いろんなライブなりね、テレビなりで、こうね、ちょっと、えー、一緒に、なんかいろんな時間を過ごさせていただいた方、ゲストに来ていただいております。えー、大熊宏隆さんなんですが、えー、もう、こう呼ばせてください。え、釈迦大熊さんです。お願いします。どうも。 マダムのおもちゃ箱、釈迦大熊です <laughs> 言ってたそれありがとうございます <laughs> んの自己紹介あと人間大好き大熊ですっていうのもやったけど全く流行らなかったからもうシューッとやめましたけど人間大好き大熊ですの横で、はい、お父さんもお母さんも上松です松で相方さんやってましたけどね、はい、相方さんはもう40歳で辞めるまでそれやり続けてやりながらもうそのまま去っていきましたんで <laughs> いやまあまあ今ね地元高松の方で、はい、あのディレクターさんやられてるっていう,うなんです一応でもあれですよ釈迦はあのー解散じゃなくて休止という形にしてるんですじゃあもういつでもこうで 40歳の時に、ええ、まあ一応そうなったんです相方の植松君の方からもうこのままなんか結果が出ないんだったらもう嫁も降りるし、うん、もうそろそろあのもう考えたいんだもうちょっと今年1年で何とかしてくれっていうのを40歳でやめるって話を僕39歳の時に聞きました。<laughs> やばい時間全然足りないやんてな でまあ、いろいろあって、まあ、僕らコントでしたからねキングオブコントとかあってで、まあ、最後までちょっと決勝まで行けずにもうそのまんまみたいになっちゃったんですけどで言ったのはやっぱ10年後50歳になったら<う>あのちょっと復活ライブ1回だけやろうようでもうその時は僕はもう相方の上松君の方大好きでしたからでやろうって終わったってなったけどもうなんだかんだあと2年ちょっとでやんなきゃいけなくなってきてるんですよね僕今もう全然やりたくないですよね。<laughs> さんも48になって、こ今年48です、うわあの年男ですから、そうですお互いに年取りましたね、取りましたよ、思いっきり下に白いの混じってましたもんね、<laughs> 引きちぎって台で流してきましたけど、何 <laughs> なんですか、そのトーク、本当にいや久しぶりに会えて嬉しいんですよ、こっちいは。 階段ライブをやられてましたよねそうそうやってたんですよね、うん、結構若手時代からねその時の話を僕よく覚えてましてこれなんか大の字の大谷さんもなんかちょっと来てその話したって噂は聞きましたけどああのー、当時渋谷にあったシアターー<う>というお笑いライブハウスのところで、うん、オールナイトでやった階段ライブ、うん、そうですっけそうです。僕明確に覚えててライブってねよく深夜ライブとかも当時あったんですよ、ねはい、で えー、僕らもやってたライブがあったそれは中野だったんですけどうん、うん、中野のちっちゃいとこですよでお客さんはもう40人ぐらいでいっぱいになるようなところででそこはねステージがこれぐらいの高さであとは客席はもう下に地べたに座るようなとこなんですよねでそこで朝まで芸人さんも結構20人ぐらい出たんかなうん、うん、で企画ライブみたいなのをずっとやるんですよで、えー、やってトイレが1個しかなくてそこは、うん、芸人も お客さんもそのトイレを利用しなきゃいいけそうそうそうなんでしたそうううそそそなんでこはねでそこはだからあのトイレ休憩を絶対用意しなきゃいけないんですよ、はい、でも芸人さんもいっぱいですよ企画ライブでなんかいろんな大喜利やったりとかいろんな企画をやるんですけどで3時ぐらいに1回トイレ休憩をやるっていったら作家の人たちも手伝いに来てるじゃないですかじゃあめちゃくちゃ顔色の悪い女の人があのトイレ行ったんですって。はい でトイレ1個しかないからそこは女子が多かったので並ぶんですよ。ええ、ででも全然出てこなくてでちょっとスタッフの人が「大丈夫ですか?」って声かけて全然反応なくて「えっ?」っすごい顔色が上がったし「倒れてた人はどうしよう」うん、でもトイレも1個やしでも地下のね劇場なんで,なんかで狭いし。 なんかあっても困るしななみたいな大丈夫ですかでも全然出てこなくてで返事もなくてで休憩時間ももうあの程度知れてるし次の企画とかもあったので,でちょっと僕はあのそれ仕切ってやってたんでどうしますってなってじゃあもうちょっと無理やり開けるしかないんじゃないって言ってで言うてはさみの先みたいなもう無理やりこうガチャガチャってやったら開いてで行ったら誰もいなかったって言う<え>のとかはあったんですよ。 中野のライブハウス、オールナイトのそれは普通のお笑いライブ、後々考えたらそんな思いなかったかなって思ったんだけども、も急にいなくなったから、い <laughs> <laughs> そういうことじゃないと思う、ね、い,いろいろ俺のもやもやする話があったんだけど、<laughs> でも本当にあんだけ似て、ちゃんと何人もがその顔色の悪い女性が入るのを見てるけど、何がそういった鍵が、鍵がだって内側から,決ま、ね、内側らからかってる。のは あそこってもちろんその窓があってそこから外に出れるとかの地下なんでねもう窓もないしもう換気扇一だなんででえこれ来ていやいないですって芸人の楽屋でもう,うわーってなってでもこれお客さんに言ったらもうパニックになるからこれは言わずにやろうでそのモヤモヤした気持ちをやりながらのあとの2時間ぐらい変な感じのライブでしたよ <laughs> 芸人はテンション上がらないしお客さん眠たいしスタッフはもうずっと怖いしで。 とかありまして、ねはい、で多分ねそんなこともあってで芸人さんってそういうなんか深夜やってるライブとかでちょっと怖い話があったりするじゃないですか、はい、それであなたが「あのー、百物語」を語るみたいなライブを、ね、当時やったシアター D っていう渋谷のもともとあった方ですよあの古い方にね、あのー、あっちのセンター街の一番街の,奥の奥ですよねでそこでどんな企画かというと、まあ、芸人さん結構出ててで、えー「ろうそくの火を」 1, 1本ずつ消していくと、うん、1> 1つの話が終わったら。でよくある「百物語」が終わった後に何か怖いことが起こるみたいなのがあるからそれを検証しようみたいな検証ライブでもあったんです、うんはい、でそれも一般お客さん入っててで結構やっぱみんな怖くて、うん、でお客さん多分覚えてると思いますけどななんかなんてゅうのかな。あのー すごい真っな中でで本当にこんなテンンションでお客さんぎゅうぎゅうの中で2時3時までやるから結構何て言うのかなるんですよね一回やったのがあの18金って昔コンビがあってそれの大滝さんっていうすげえ怖い顔した芸人さん,あのなんだろうなあまあまあ目のギョロッとした背の高い芸人さんがいてその人がなんかテケテケかなんかの話をしたんですよ、うん。 それがめっちゃ臨場感たっぷりにこうやってあの最後下半身になった人がテケテケテケって行くんだよって言った時の顔が怖すぎて一人ギャーって言ってそのまま失神したっていうのがありましたから、ね、そ,<う>でそれでええって一回止めてみたいな、まあ、休憩時間作りましたもんねでそんなもありながらのなんかいろいろあってであのそのライブ自体はまあ100個終わった時に何があったかって特に何があったわけでもなかったけどたまたま終わった時間が4時44分だったっていうのがあったんですよね、うん でその中で話しててうわ怖いなっていう話が、あのー、これ多分やるせえなその中村さんが言ってたのかなから何か引用した話とか何かやってたんですけど渋谷の、あのー、あそこのスクランブル交差点駅前のスクランブル交差点人通りがむちゃくちゃ多いじゃないですか。 で昼間に歩いてたらもう向こう側からこ,こから膝からも血流して結構汚れた格好をして髪の毛もぐしゃぐしゃな女の人が顔色悪い人がバーっと歩いてきてえこんな渋谷のど真ん中であんな顔色悪い人が歩いてんのてえ大丈夫かなあの人って言ったらこの通り過ぎる瞬間にパッと耳元でああ見えてんだって言ってたっていう話があったんですが、はい、怖いなってその話もしてたんですよ、そこで誰かが。 でそこに霊能力者の人もゲストで来てたんですよ、うん、でその霊能力者の人も本物のそういう怖い話みたいなのをやりながらでその話もやっててでその人が言ってたのはなんかこういう怖いことをやるとそういう霊が結構寄ってくるんですよねっていう話をしててでそういうもう臨場感たっぷりでそういう気絶者が出るぐらいのもなんかぎゅうぎゅうな大変なところじゃないですか、うん、でとりあえずライブが4時44分に終わってで、えー、終わりましたで楽屋戻ってきた時にその霊能力者さんが「 いや実はですねなんすねかあのー、渋谷のスクランブル交差点で血だらけになった人とすれ違ったあの怪談話あったじゃないですかあの霊がちょうど来てたんです、ねえー、その方知らない、はい、です知らないで一番奥でその霊がもう今でも明確に思ってるけどあのこっち側の、まあ、ステージ側から見て左側の奥にの上の方からその血だらけのその人がずっとこうやって見てた。 私の話をされててるんだって渋谷でしょ、えー、スクランブル交差点で、はい、だんだんあ,あそこら辺の自爆霊の,その成仏できない有名な霊だと思うんですけどが来て私の話がスーッと来てその話をずっとしててその霊能力者はその人の人はずっと見えてたんですってへ、えー、でもこの話をもししたらそこだって言うたら多分もうお客さんも結構入ってたんで多分もうパニックになって事件になるぐらいのことだったんでこれは僕の中で止めておいたんですけどうわー怖ーって。 知らなかったその話それあなたがプロデュースしたライブですよそうですよね、はい、ああの時だから釈迦のお二人も出て頂い,いてたんです僕だけかなあの時結構ね芸人さん、ね、途中で帰っちゃう方もいましたけど、うん、総勢20人以上なんか入れ替わり、うん、立ち代わりこう出てくれてて、うん、で最後まで残った人たちはまあ少なかったんですけどまあ一応やり終えたんですねはい、はい、終えました最後もまあだから結構まあ無理やり100個つなげた感じもありましたけどもはい、はい、もだって僕だけでだって 4 5 0話したまだ僕1個やったかな全然戦力にならなかったんですよ <laughs> その時はねまあまあでもあのー、ただここでつながりましたからそ,、ね、その話をいつか言おうって思っててやっとこのタイミングすごいいやあの時の話でだからあの僕その大谷さんも話していたしっていうところで言うと「うん、あの百物語で」であの「百物語」 話をしてろうそくを消してで最後話し終わって真っ暗になったら何かが起こるっていうのを検証しようと、はい、でその途中でさっきおっしゃったようにお客さん一人ねあのちょっとこう気失っちゃう方がいて大竹さんってね「あのー、マトリックスのモーフィアス」っていうあれにそっくりな怖い顔した人がいるんですよ1 8 0ンチ以上あ、ね、<laughs> 話もうまいからね、うん、すごくそれでまあ,あのちょっとこう取りつかれたというかやっぱりこう怖すぎて。うんうん 失神してしまう方がいてっていうところもあってちょっとあれ何か本当にやばいんじゃないのっていう空気になってたんですよね。ねうんうん、で忘れもしないのがじゃあ99雨終わりました100雨話,話しますって言った瞬間にあれ、ね、渋谷のセンター街一番奥にあるもう雑居ビルの中なんですけど、はい、中まで聞こえるぐらいザーって雨が降ってきたんですよね。あ わわわわわみたいな、<ー>急に降ってきたら、百話目の前に。<ー>で、ちょっとこう、またそれで怖くなって。で、じゃあ、多分僕が最後だったんですかね。百、うん、話目、いきますねって言ったら、ピタってその音がやんだんですよ。あ、その時、僕、なん、なんやろな、漫画読んでたんかな。<laughs> 多分舞台上にいるはずですから。い,いました。はい。 なんで最後までそこ一緒にやってたのに<ー>その一番大事なタイミング漫画読んじゃうんですか。な,なんやろう、眠たなったかないやだかなれて。たんでしょうねでもなんかね、なんかいろいろやっぱそういうちょっと不吉なことはあったんですよね、あのお笑い芸人が集まってるから面白くもあったんだけども、でも照明こんな感じで、100話目話しますで、ピタっとやんで、じゃあ話します、話しました、何も来ないですね、じゃあ暗くします、風全安定、真っ暗。はい ああそれは覚えてますでやっぱり何か起こるか検証したいから暗くした後とにしばらく多分30秒ぐらいかもしれないですけどちょっとこう何にもない真っ暗なシーンとする時間が終わり「あはい、あ起きないですねじゃあ明るくしてください」って言ったらみんながざわざわし始めて「どうしたんですか?」って聞いたらよ「4時44分です。あ CCC <ー>不吉ですね」まあ。ただね 朝までのオールナイトライブだから一応5時ぐらいに皆さん帰れるようにやるライブだから、はい、4時44分の終わりっていうのは割とこう予定どおりまあ気持ち悪いとはいえまあまあ予定どおりだと思った,ったら「江戸紫の野村くんですよ」はい、ブルブル震えてて「うん、どうしたの?」って聞いたら「うん、いや俺さいつも遅刻すんだけどだから時計5分進めてるんだ、うん、その時計も4時44分なの」<ー>っていうそこにいたみんなの時計がなぜか4時44分にぐと。なってた 集約されてたはあその時ね真っ暗なったでしょあの時に僕の中でねこれ絶対全裸になってこうやってたら面白いよなって思ってめちゃくちゃ葛藤したのを覚えてるんですよただやっちゃうとこのライブがもう台無しになるただ絶対ウケるなってこの葛藤があって島名君のライブの成功を選んだ僕を本当に褒めてもらいたいなっていういやいやいやあの時もうもう危なかったんですよもう あとほんの一押しでももうすぐ全然行ってたんですよ本当に人生で初ですけどこれボコボコに踏んなかったかもしれないですね <laughs> お前のことを、ね、本当にあの時はもう,もう危なかったですもうなかったもうちょいとがってたらもうやばかったですもんねこれプロセスでやったら僕行ってましたそんな葛藤を持ってた方があの暗闇イミンなんかいたなんて、うん、それが今一番怖いですけど、うん、ただその話も怖いけどもそこに実際にそのお話に登場した例が来てたっていうのも今初めて知ってやっぱ呼ぶんですってね なんかいろんなこと、例えばその四時四十四分とか、雨とか、はい、まあなんかそういう、で、なんかその周りが。みんなの中の妄想も広がっていって、もうなんか、よくわからないエネルギーがそこに溜まっていくから、そういうことになっていくということだと思うんですけど。あの日、な何か本当に、話が進むにつれて、ちょっとなんか、ね。集団催眠じゃないけど、なんかみんなが、あれ、なんか起きちゃうかもよって。なんか変。 な感じでこう集中力がグーって皆さん研ぎ澄まされていきましたもんね。それこそなんか昔の寄り合いとかってそうだったらしいですよ。あ,<ー>あのもうそのうう室町時代とかああいう時の寄り合いっていうのもうこういう中で。 当時の人たちはスピリチュアルな部分が多かったので、はい、こう喋っててでだんだんそういう感情になっていってなんか違うゾーンに入るみたいなの昔の日本人はあったらしいですかねだからあのー、追体験じゃないけど似たようなもんなんですよ狭いところで暗くして夜中まで一つのテーマで怖い話をするっていうのとうう、ね、実はあの僕もそれまたねあのその時の話やっぱ嬉しいですね、はい、なんか当時を知っててっていう同期だと、はい、当時実はあれもあったんだこれもあったんだ<ー>って答え合わせができて。ね でもさらにねだって僕20年ぶりにその時知らなかった話を今日聞けたわけですからあまあ僕もそれ<え>あまだあったんだっていうその女の子の話とか知らなかったんでであの時、うん、実はお客さんの中に当時まだ高校生だった関根さんの娘さんおり、はい、ちゃんもお客さんでいたっていう<え>うー一番怖い話です <laughs> あそうそこでもし霊賞なんかあって娘さんに何かあったら、うん、僕らも関根勤さんからもう消されてました <laughs> そこでなってら危なかったですね。と本当に後にお仕事でご一緒したときに当時お笑い好きでねシアターで足運んでて皆さんのライブ見てたんです島田さんのあのライブに私ってたんですあんなマニアックなやつに長くやってるとねいろんなことが分かって嬉うしいなっていう話ですけどでもそれを隠さずに言ったあの人がすごいですね大体人確隠しますもんねそんなんで何でだよ言ったことが恥ずかしいライブなのかこれ。 本当に、あの、今思えば、ひどいライブだった。終わりですもう。うす終わりです。ただ、やっぱり、あの、いいですね。一つの怪談話が。ね、その時に、いた二人が答え合わせをして。そうそう新たなものが出てくるって、また、これも怪談が巡るっていう、うん、お怪談巡りっていう感じに、今回なったんじゃないですかね。あ。そう思って。しゃべりました。何、ちょっと、うまくまとめようとしたのを見て。 ちょっと引いてるんだよ、うん、そっちが、うん。はい。頑張りました。<laughs> すいません。お互いにちょっと大人になったということで。はい、はい。ちょっとまだこういう話を持ちます、ね。あるんすよ。<笑><笑>じゃあそれあるんすよなしでちゃんと <laughs> お願いしますよ。本当にこれがあるんすよ。楽しみしてますんで。ありがとうございます。はい、大隈さんですね。あのもちろん今も、えー、出役としても活動されていますし、最近はですね、まあたくさん舞台を。 演出脚本などもやって、そっちの方でも活躍されてます。います皆さんぜひね、あの概要欄貼っておきますので、この大熊さんのね活躍の方も随時チェックしていただけたらと思います。お願いいたします。とい,ますというわけでゲストは、ありいますはい、シャカ、はい。本当にね舞台の方をね、はい、いっぱいやらせていただいてました、ね。<laughs> 別にもうよくない？しっかり言ったからこっちで。A R P 舞台で調べていただいたの <laughs> 本当に。 どうぞじゃないんだよもう。三月のね。三月の二日からもここの方本当にだけこれを本当に今回言いたかったみたいですね。よろしくお願いいたします。子供がいますから僕も本当にこんな痩せた子供見たことないってずっと医者に言われてますから。助けてください。もういいですか。終わります。いいですね。はいありがとうございます。ゲストは釈迦の大隈さんでした。ありがとうございました。釈迦 はい、っていうコンビはね、はい、まあ、あのー、もともとはホリプロそうなんですよこのホリプロでお笑いコンビ芸人としてデビューしてもう天才コンビもうね先輩たちをごぼう抜きしてってっていうていこ,れでこれからすごいぞ社会売り出すぞと思ったら渡辺プロの方に、ね。<laughs> いや違うんですよ。あれなんだったんですか。いやあの時僕はねまだ大学生でして、はい、で当時ねホリプロスカウトキャラバンがあったんです。その時にねもう今もホリプロのクロレクシーになってでも世の中出てないんですけどお笑いもあったんですお笑いあったんですね。で,、うん、でまあ僕ら大学生で行ってもうそれになんか感じでバーって行ってそれもままホリプロ入ってでやったんですけどその時のもうネタ見せのもう怖さたるや。<laughs> <laughs> 伊地利岡田さん先輩でねいらっしゃって伊地利さんも僕らと同じようにネタ店に参加してましたけど何回か伊地利さんも泣かされてましたもんね本当ですよベロ動かなくなっちゃったもう全然固まってしまってもうねあの長野くんね長野長野くんも元々ホリプロでしたからはいでなんか当時ねもうもう一人さんっていうねあの演出家の意外と繋がってるんですねはい っていう人がもうももっとも怖いんですよでもう眼理解決ない人ねでそれでなんかあの長野君が赤ちゃん抱きながらなんかシングルマザーとかって言うやつのネタやった時に「いや違えよ」ってバーッタこすにながら「シングルマザーの言い方が違うんだよ」って「もうやってみろ」って「シングルマザー違えわ、やろ」って「シングルマザーいや、違えよ」って「そこやっとけ」って永野君の鏡の前で30分ずっとシ「シングルマザーシングルマザー」ってずっと言わされててあれでおかしいなったんですよ変な変なネタなって。 だって僕だってあの最初のね漫才の最初「はいどうもこんにちは号泣です」「違えよ」「はいどうもこんにちは号泣です」「違えよ」「はいどうも違えよ」「違えよ」これ1時間やなされて最終的に「はいどうもこんにちは号泣です」ってあのサンシャイン池崎さんみたいな感じでやったら忘れんなよ何でこれだったんだ確かに忘れてないもんね忘れてますよそのそのどうも号泣やからそれぐらいやらないかみたいなあの時なんか 教えてる人もお笑いよく分かってなかったですんじ、ね、ゃけど <laughs> だかな。全員手探りで、全員不幸でしたよね、だから僕、いまだにですよ、はい、なんかね、堀プロワールの目黒じゃないですか、紺野、はい、助坂っていうところに行くんですけども、うん、あの当時、もう25年ぐらい前ですよ、はいまだに僕、紺野助坂こう下ると嫌な気持ちが、<laughs> <laughs> トラウマなんですよ、完全に。いや、もう木曜日がネタ見せでね。本当に お笑いのネタ見さなのに、ピシーっとして、もう誰も笑えない空気っていうあの時にね、また僕がちょっともうね、なんか変な尖り方してたんで、尖ってたあのなんか年功序列でやるんですよね、ねで最後のほうは上の人がやるんです、僕なんて一番、ね、下だったんですけど、僕はみんな行きたくないってなって、でも僕はなんか、大学でゼミがあるからとか適当なこと言うて、も最後のほうにやってやるんですよ、ええ、でも僕の相方の上松君は、そこでもうずーっとこう。<laughs> 6時間ぐらいですか、あれ、ずっと、ピ、はい、シーンとしてるでしょう、はい、で、なんか一回、なんか何かを出そうとしたときに、なんかスロットのコインが床に落ちて、で、なんかカーンってなったんですよ、そのときにバーってみんなに見られて、そっからあいつ、性格変わりましたもん、ね、<laughs> それまですごい陽気で喋るタイプだったのに、わかりますあのコイン落として、スロットのコインで見られて、あ <laughs> ってなってから、もうあ,のあいつ、一つ喋れなくなりました、確かに、ホリプロ時代の上松さん、結構暗かったですもんね。 本当に,本当にマジでこう台本提出して漫才でも台本一1言1句しっかり書いて提出して詰まったり間違えるとも破かれてう投,げ、ね、投げられてそうですよ昔いた女コンビで、ね、あの宇都宮から新幹線で通ってたんですよ。わ <laughs> わざわざ新幹線ですよ <laughs>、はい、で台本提出をあって一生懸命多分新幹線ので練習しててでやったやつがもうひどすぎてもう目の前で破かれてそのまま新幹線で帰るんですよ。<laughs> そんなもたまらないじゃないですか、保健体育委員ね。あ、もう、いろん、<laughs> いや、何人かいたんです。あ、そうです、ね。えーえー、何人もいます。えー、いや、本当にね。まあ、正直、ホリプロの出た店厳しすぎると。 だからホリプロの問来るんだけども、はい、みんなやめてってでやめてった方が別の事務所で売れるっていうジンクスがあってとおぎやはぎさんとかザブングルもそうですよね、はい、ロンブーさんもそう,もそうですよねあとそこのケアラインさんとかもやっぱホリプロに一回来たんだけども、うん、いやなんだこの空気いや本当にで,で違う事務所に行ってブレイクするっていう時代がありました、はい、だからむちゃくちゃ今ホリプロ時代でわー盛り上がってますけど僕ホリプロいたのは四ヶ月だけですから、ね、えそうですよがもう濃厚に今もう覚えてますけど。 濃密な四ヶ月でしたよ。うん、でなんかこうホリプロのねお笑いを一番を決めるゲーワングランプリというのがあって、でそれこそもうね、まだ、シャが出てそれでバンバン勝ち上がっていって,ってい、ね、いやいやそんなんもありましたよ。その時でもその勝ち上がってる横で。 あのー、当時雑誌があってその雑誌に、あのー、なんかこれ優勝したらあの他の事務所のプッシュがあるみたいなの聞いてでそれで僕らそれやりながら他のところのそのオーディションを受けてましたもんね<ー>その時でも釈迦って名前使えないからどうしようって上松に見たらわあたば吸いながらでも観音とかでいいんじゃんって、ね、な何も考えてなかった <laughs> とにかくはさとにかく何も考えてなかったんですけどでも観音って名前でやってましたしねそうですよね やっぱちょっともうしんどいんですっていう話したら「分かった」って言ってでその名前も釈迦のまんまでちょっとくまあのフリーでいろいろやってる時に渡辺はあのぬるま湯だよって話を聞いたんででそこで移動したんですよでもそこでねまた鍋プロの方でももうすごくこうねどん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 こう仕事が決まってってあっという間一瞬でしたよでも本当にもうでもレギュラー番組とかうわもう釈迦が出てるで正直同期っていうか若干後輩じゃないですか実はそうですよはい 年上でねなんか偉そうにさせてもらってますけど全然あの高級さんの方が先輩ですからねなんで俺ずっと大隈さんって呼んでて島田君ってずっと最初からそんな感じですもんいやあの俺は年上やん <laughs> 実は後輩なんだってだからうんでもやっぱ年齢やあの俺ゴルゴイズムやからゴルさんが言ってたから <laughs> あのいやもう人間は全員の年齢なんだよってって <laughs> いや 本当のもんかそんなでも鍋プロで、ねはい、その後またこうやって活躍したけどももうまあ今は休止に至ってね,そうですねなぜだわけ本当にねこうやってあの読んでいただくことも少なくなりましてなかなかこう表でっていう最近ほらねあの舞台とかで,で脚本とか演出でそっちなれ、ね、ちゃくちゃ面白いってい評判でいや,いや,やめてくださいよもう一声欲しいんですね <laughs> 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 なんでもそれはね、も渡辺とは関係なくやってるんですよ。あそうなんですか、はい、なんであの別のペンネームでね、A ロックマンっていう、なんだかよくわからないペンネームで、やってるんですぜひだからあの、まあ、YouTube とかっていうよりも、だから今、舞台の方そうです、ね、とかでもねもう大熊さん、大活躍なので、まあ、ちょっとあの今、どういったところでチェックできるんでしょうか、皆さんは。 ARP、A ロックマンプロデュース、ARP、舞台で調べていただきますと、ホームページもありますんで、いろいろとで、また3月もやらせていただきますんでね、まあ YouTube ですからあの、いつ見るか分かりませんけど、2022年の3月の2日から9日までまたやらせていただきますんで、あの後半にもまた挟みますんで、そちら、そのエピソード <laughs> 頭とケツで、ちゃんとその話はさせてもらいますんで、しっかりと。 <laughs> あの概要欄の方にですね。このしっかりと貼らせていただきます。ます皆さんチェックの方、はい、よろしくお願いいたします。 もうなんでだって、もう僕らのね、世代ではもう天才,天才。やめてください。そんなことないです、本当に。言われて、ただ変なとんがり方してるなっていう。まあ、下駄履いてましたからね、ちょっとね。下駄に軍服でしたからね、僕ね、若い時。<laughs> はい、そう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 。癖強かったっすよね。本当に、あの時、あの、なんだろうな、と、とがりすぎて、多分、あの、自分に刺さってた。んか僕、年下でよかったと思って。あの、先輩からぶっちゃけ、嫌われてましたもんね。いや本当にね、今思えば、もう。<laughs> いいいっっぱい失敗した <laughs> だだておかしいんだもんなんかしんんんもなあのフリプロライブに出た時も僕らはまだ1か月目ですよ、はい、もう僕がまだ本当に分かってないからなんかライブの手伝いとかやらなきゃいけないんですよ、うん、でも一切やらずに<う>でいてなんかそのもう席に座ってこうやってばーって新聞読んでてばーって横向いたらサマーズさんでしたもんね <laughs> サマーズさんと1か月目の僕がずっとこうやって,やって。<laughs> やさいねそんな大隈さんでね久しぶりにお会いできたのにちょっとテンション上がってしまいまして階談チャンネルとは全然関係ない話してしまった怖かったっていうのは本当に僕この場所が一番怖いですからもう堀プロさん勉強会もう一番怖い猿之助坂怖い覚えてますあのつぶやきしろさんの話 何でしたっけあれ、これ話したかな、あの勉強会、ね、はい、まあネタ見せだけども、つぶやきさんがちょっとこう、なんかジャージみたいな格好で来ちゃったんですよね、はい、そし<ー>何や、まあ、これも仕事や、いち家帰って、一番綺麗な格好で帰ってこい、はい、で、タキシードで撮影した <laughs> 2>, <laughs> 2時間後に。 でもそれももうボケてないもんね、でもね誰もそれ、笑えないっていう、あそれはネタでやったの、ネタじゃないです、だから、飛びやきさんも単純に、年を怒られ一番嫌な格好しなきゃ、なんだろう、なんだろう、たきしだったから来て、<laughs> 2>, 2時間後登場するんですけど、めちゃくちゃ面白いのに、誰も笑えないっていう、多分そっちのもう、ネタ見せしてる側も、もうこうやって笑いにもならんから、うん、忘れないよって、そのパターンそうそう,そう,そう なんかあった時にそれ忘れ忘ないの, <laughs> でそのね、あのー、帰る前のジャージが当時、はい、のチャンピオンの結構ジャージロゴが入ってたじゃないですか、はい、よく見たら「チャレンジャー」って書いてあっておもしろいじゃないですか確かにもうちょっとなんか渋滞してる感じだもんね <laughs> いろいろ。 さんが立場逆じゃねえかよって怒ってるす的確的確でしょめちゃくちゃ面白いでも誰も怖いなるよねその怒号に驚くよねそのちゃんとその奥にある面白さまで到達しないのよ怖すぎて何その格好立場逆じゃねえかよで帰ってたけちーと登場するでも誰も笑えないっていうなかなかすごかったですよね本当にすごかった青春ですね青春でした青春でしたねはい